逆転裁判、前回の続きからプレイしていきましょう。なんとか1日目は乗り切った後からですね。同日、午前11時56分、地方裁判所被告人第二控室。なるほどさん。何？いつもこんな調子なんですか？なんていうか、終始劣勢だね。見上げたら頭上5センチのところに巨大なペンチが落ちてきていた。そんな許せない手遅れっぽい感じ。まあそうだね。今日落ちてきたのはベンチじゃなくて巨大なベンチだったけど。ところで友枝さんは？なんだか裁判長さんの部屋に呼ばれたみたいです。なんで？ああ多分あの布切れのことかな。さあこっから奇跡の大逆転が始まるわけですよね。あの一見どうしようもないちっぽけで些細な布切れから。正直なところ自分の存在があの布切れみたいな感じだよ。ヘイカウボーイ。牛ってやつは赤い布切れを見ると元気になる。俺はそう聞かされて大きくなってきたんだけどな。あれ赤色とかあんま関係ないらしいね。なんか色わかんないらしいじゃん牛って。ザイモンさん、あのヒラヒラしてんのがダメらしい。気になったからね、来てみたらどうやら遅れちまったようだよ。相変わらずの限界体制でね、巡査から抜け出すのも一苦労さ。いや、あのこんなとこにマジでナイフ持ってくんのやめてくださいよ。そういえば何かあったんですか？昨日から様子が変ですよね、警察の人たち。人の心配してる場合じゃないだろ、カイパワイ。首席検事さんの赤いマフラーの巻き方でも考えておくことさ。あの、ザイモンさん、マフラーは襟巻きのことじゃなかったんですよ。お姉ちゃん、あの時はマフラーって言いませんでしたから。マフラーをしていませんでしたからか。そうなのかい。そいつはおかしいな。彼女の細い首にはいつも赤い風が、そよ吹いているんさ。俺は見たよ、あの日も。彼女の首に赤いマフラーを。え？あの日の午後の式典でね、水着のやつも見てるはずさ。でも、現場で撮影された写真ではマフラーは消えている。お京さん、見間違いじゃなかったんだ。さあ、そろそろ時間だね。知恵を絞るより父を絞れ、荒くれ野郎どもの言葉さ。嫌な言葉だな。考えたってどうにもならない。答えは時が絞り出すのさ。なんだか嫌な予感がする。一体今度は何が落ちてくるんでしょうね。巨大な牛なら俺がさばいてステーキ弁当にしてやるさ。30分後ぐらいか。それでは審理を再開。なんだ？裁判長、検事席の方を見て固まってるけど。え？どうされたんですかな、三井検事。顔が真っ青で、唇が紫、額の油汗。眉間のシワにその歯ぎしり、ブルブル震えた上涙目。さらにその目は焦点が合っておらず、全身がしも。ありえぬ。こんなことが。何かあったのかな、三井検事さん。それでは気にせず、続けたいと思います。さて、先ほどの休憩中、検察側には緊急の。バカな、許されることではない。すっかり放心状態ですな。あ、ちょっといいかな、みんな。え？どなたですかな？どなたですかな、じゃないんだよな。勝手に。なんだ、このおじさん。なんでみんな把握してないんだよ。妙に暑苦しいオーラが法廷中に乱反射してるような。あのおじさんが現れてから、室温が3度上がりました。一体、何者なんだ？あなたは？喋れや。いやー、どうもどうも、いやいや。道が混んでてさ、ちょい遅くなっちゃった。ごめんなさいね、ほんと。何？サプリー長さん、最近どう？泳いでる？その説はどうも、最近は忙しくて。あ、ダメダメダメよ、長さん。暇はさ、作るもんだよ、これ。ああ、まったく、お恥ずかしい。ほっほ。長さんって裁判長のことかな？恐ろしいことに、どうやらそうみたいだね。あの、すいません。あなたは？はあ、君がなるほどじゃん。弁護士の噂聞いてるよ。はあ、どうも。
なんかごめんね、ほんと。うちの水着ちゃん、迷惑かけちゃってさ。今度さ、今度、どうこれ、海に行こうよ。みんなでさ。みつるぎちゃん？こら、弁護人。あなた、地方警察局長の顔も知らないんですか？知らないよ。警察局長？この辺の警察で一番偉い人です。あ、ガンとカイジ。すごい名前だな、ガンとカイジ。よろしくよろしくね、みんな。こんなんでよくトップになれたな。あの、それで今日は一体どうしたんですかな？あなた自身が法廷にお出ましなど2年ぶりではないですか？いや、ほら、三井ちゃんたらさ、あんな感じじゃない？だからね、とりあえず僕、持ってきたわけ、こいつはね。あ、それは、お姉ちゃんのマフラー？やっぱり、お嬢さんの見忘れじゃなかったんだ。事件があった時、彼女は首にあのマフラーを。仮面ライダーみてえだな。それにしてもさ、水井ちゃんの車の排気パイプにね。しかも、その中に、こんなものが包まれてるなんてさ。ほんと、困っちゃうんだ、うちとしてもさ。これなんだ？ナイフか、これ。飛び出しナイフかな。なんかロシアとかでよくあるやつだよね、これ。確か。ほんと、どうなってんだろう。え、でも白くなかった？あの、マフラーに入ってたやつ。局長、一体あなたは部下にどんな教育をしているのだ？水井健二、そんな重要な手がかりを見落とすなど考えられぬ。警察の捜査がどんなそんな伊豆さんでは検事局はまとまる一件など。ちょっと待ってよ、水井ちゃんさ。言い訳など聞くつもりは、待てと言ってるんだよ。あれ、聞こえなかった？あのね、ほら、書類を見てよ。捜査責任者のとこ。サインしてあるよ、はっきり。三井玲二って。それは仕方あるまい。事件があった日、私は、賞をもらって浮かれていたと。わかるわかるよ、けどさ。責任者は君なんだから。後でさ、しましょ、頼むわ。なんだと？ま、なんとか処理しておくよ。この君のミスをね。水井健さん、珍しく言葉に詰まっちゃいましたね。まったく、水井健らしくない大失態でしたな。それでは、証拠品を受理します。と、その前に弁護人。はい。一応念のため、このナイフの刃を見ておきたいのですが。はあ、刃ですか？いいと思いますけど、私の代わりに一つお願いできますかな？え？でも、それなら多分スイッチを押せば、怖いの？指切って金槌が叩けなくなったら商売になりません。指切って人を刺せなくなったら商売にならないんだけどな。もう早く調べましょうよ。逆から行った方が早いのに、なんでそんなゆっくり行くんだよ。スイッチ？これ？プレートの方も気になるんだけどな。これ証拠品の番号かな。ナイフに小さなタグがついてますね。SL952番。そう書かれてるみたいだ。どういう意味ですか？さあ、似た響きの言葉を知ってる。そうね。リエル65事件。証拠品かなんかじゃないの？なんだかどうしたの？なんか、どっかで見たような気がするんですよね。このタグの文字とよく似た文字を最近。じゃあ、押してみる？いや、ヒビ。あ、ビビか。びっくりさせないでください。びっくりしたのこっちだよ。このナイフの刃、先は欠けてますね。それにこの赤黒いシミ、血かな、やっぱり。飛び出すってあれなんだ。あの、射出するタイプじゃないんだな。現場で発見、被告人のマフラーに包まれていた小さなタグがついている。とにかく、事件当日の警察局の動きは納得できない。できれば局長自身の口から説明をお願いしたい。申し訳ないのですが、証言していただけますかな？検事局と警察局の行き違いと、このナイフについて、あそこも聞くんだ。
あ、いいよ、もう全然問題ないからさ、ほんと。ニコニコしてんな。このナイフ、特別なものなんだけど、この場じゃ言えないのよ。ナイフと、ただしきちゃんを結びつける証拠でもあれば別だけどさ。あの日ね、うちも大変だったのね。正直、捜査どころじゃなくて。警察局で、捜査官が殺されちゃってもうシャレになんないよね。なんでニコニコしてんのよ。犯行時間。これが5時15分。偶然で怖いね、ほんと。今んとこ公式には検事局の事件と関係ないから詳しく言えないの。警察局内で捜査官が殺害されたですよ。これね、内緒よ、長さん。まだね、発表してないからさ。待っていただきたい。5時15分といえば。検事局で正しき捜査官が殺害された時刻ではないか。そういうこと？別であったってこと？静粛に。とにかくね、うち、警察局も今大混乱でさ、極秘捜査の真っ最中なわけ。あ、でもみんなも喋らないでね。警察局の事情分かりました。いかがですかな、弁護士。あ、弁護人か。検事局と警察局、2人の捜査官が同時刻に殺害された。不自然ですよね、ものすごく。弁護側は尋問の権利を主張します。わかりました。ただし、2つの事件が無関係である限り、余計な質問は認めません。関係あると、しないといけないのか。このナイフ特別なものなんだけど、このままじゃ言えないのよ。ナイフと正しきを結びつける証拠でもあれば別だけど。なんかあれか？ナイフと正しき、なんかあったっけ？これか？ SL9。 ちょっと待ってください。来たね、早速。弁護士名物、意義あり。このナイフ、正しき捜査官と何か関係あるはずです。どういうことですか？お、来たね。これまた早速。裁判所名物、どういうことですか？このナイフ、タグがついています。SL9。それがどうかしましたかな？その一方で、ここに被害者が身につけていたメモがあります。これが何か？6-7S12月2日ですかな。裁判長、逆なんですよ。逆？メモ用紙に名前が印刷されているため正しいように見えますが、しかし被害者はおそらくこう書いたのです。あ、メモを書いた時、たまたま用紙が逆を向いていたのでしょう。SL9。 ナイフのタグの文字と完全一致します。静粛に。いかがですか、局長。まあいいか。見抜かれちゃ仕方ないもんね。なるほどちゃん、見抜かれちゃ分かっててか。はあ、余裕たっぷりだな。このナイフ、ある事件の証拠なの。警察の証拠管理室から盗まれた。あの日ね、うちも大変だったのね。正直捜査どこじゃなくて。この辺はあれか、一緒か。どっかで揺さぶりたいな。どうしてあんなところに鍵を握っている証拠だ。よく調べる必要があるな。あー、ん？盗まれた。このナイフがですか？どうにもね、事件当日のことだったみたいだけど、証拠品ということは、もしかして凶器だろうか？さすが、三井ちゃん。凶器だったのよ、これ。もうとっくの昔に解決された事件だね。
事件当日盗み出された証拠品のナイフが殺人現場の車の排気パイプから発見された。無関係とは考えられないですよね。これもちょっと聞いとくか。検事局の駐車場で捜査官が刺殺された同じ日に警察局でも捜査官が殺害されたというんですか。そうなんだよ。これがさ、びっくりでしょ。長さん言葉もありません。それで犯人は目星はついたのだろうか。まあね、容疑者はさ、逮捕したのよ。さっき逮捕した。ずいぶん素早いな。でもさ、謎が多くて。なるほど、ちゃん手伝ってくれる。それにはデータが必要ですけどね。お、いいね、かっこよかったね今の。じゃあご褒美一つだけ教えてあげようかな。何がいい？ちょっとこの辺は気になるな。警察局の被害者、どこで見つかったんですか？死体の発見はともかく、さ、事件があったのはね、警察局の証拠管理室だよ。証拠管理室？待てよ、どっかで聞いたことあるぞ。証拠管理室、確かさっきの証言で。このナイフ、ある事件の証拠なの。警察の証拠管理室から盗まれた。どうやら2つの事件はつながった。なるほどさん、嬉しそうですね。まあね、これで攻撃の突破口が開くからね。2つの事件の関係を証明されて状況は変わった。つまり、いけるのか。今のところ公式には検事局の事件と関係はないから詳しく言えないの。これでも繋がったんでしょ。局長、すでに2つの事件の関係は証明されている。弁護側はそう考えます。へえ、面白いねそれ。聞かせてよ、なるほどじゃん。聞かせてくれますかな、弁護人。ただいまの証言で2つの事件に共通の場所が浮上しました。地下駐車場で発見されたナイフは証拠保管室から盗まれました。しかもタグの文字は被害者のメモと一致している。そして警察局側の事件の被害者である捜査官はその証拠保管室で殺害されました。確かに偶然とは考えにくいですな。やっぱりいいコンビだね。うちの部下が2日かけて探り出したこともう見抜いちゃった。局長、警察側で殺害された捜査官のデータを提出していただきたい。でもね、面倒なんだな。何しろ公式の発表もあるでしょ。あ、そこを一つ非公式でお願いできませんか。まあいっか、非公式なら。なんだ、いいのかよ。意外にそんなもんなんですよね。一旦ここで区切ろうか。入り組んできたね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。